おはようございます。本日は2020年10月の25日日曜日、ここは JR 新大阪駅です。昨日の夜のうちに新幹線でやってきました。今回は大阪府堺市さんからのいわゆる行政案件です。皆さんに堺の見どころをご案内します。堺市は大阪市の一つお隣にある、これまたやはり大阪市と同じ全国に20ある政令指定都市の一つです。人口は84万人もいて、これは新潟市や浜松市など他の政令指定都市を超えているものです。町の歴史は1600年もあり、これは京都を凌駕しています。堺市はいくつかの行政区によって分けられているわけですが、その中の一つ堺区は堺市内で一番歴史のある地区です。特にその中でも旧市街と呼ばれている、江戸時代に作られたお堀で囲まれているところ、ここを江戸の時代までは堺と実際に呼んでいました。縦横に道が通っていて、まるで京都の街のような作りをしています。今回はここの中でほとんどの観光を済ませました。この街の詳しい歴史についてはまたついてから皆さんにお知らせします。堺がいかに重要な街であるか、この大阪市営地下鉄、改め大阪メトロの路線図を見るとわかります。ついこの間までは大阪市営地下鉄として走っていた路線ですが、終点は中本という駅です。中本というのにひらがなで書いてありますが、これはモズという地名を指していまして、モズは堺市内の地名です。もともとは大阪市がやっていた地下鉄でしたが、あまりにも隣の堺市と関係が深いので、大阪市を抜けて堺市内まで入っていってしまったわけです。お休みの日の空いている地下鉄の電車に乗って堺市内の方面へ向かいますが、しかし実は堺へ向かう鉄道というのは別にこの御堂筋線だけではなくて本当に数多くあります。市営地下鉄御堂筋線、そして南海電車が2本、さらに阪海電車と JR 阪和線とあります。このように相当数の鉄道路線が堺へ向かって伸びているわけです。難波で御堂筋線を降りて、またこれも堺へ向かう鉄道南海電車に乗り込みます。南海電車は堺に確かに入っていくのですが、なんと堺市の中心部に2系統の路線が伸びています。南海には和歌山へ向かう南海本線と、それから高野山の方面へ向かう南海高野線というのがあります。天ヶ茶屋を出てから2つの路線が枝分かれをしていきますが、堺駅と堺東駅、2つの堺市内の中心駅があって、それぞれに全ての特急列車が止まります。人口84万の大きな都市ですから、全ての列車が止まるのは当たり前のことです。ただし通勤用の仙北ライナーだけは止まりません。ここから急行電車に乗って堺市内の中心部まで向かいます。これに乗って堺東の駅で乗り換えて、三国ヶ丘の駅からさらに JR 西日本阪和線へ乗り換えです。急行電車に乗ってしばらく走っていると川を渡ります。これは大和川です。江戸時代まではここを通っていませんでしたが、暴れ川であまりにも頻繁に氾濫などの水害を起こすので、江戸時代ここに大阪湾へ注ぐ別のルートを設けることになりました。そしてここには大量の土砂が運ばれてきました。この左側の岸には多数土砂が堆積しているのが見えますが、この運ばれてきた土砂によって堺の港の造りは江戸時代の間にすっかり変わってしまったそうです。これもまたこの動画の後半のあたりで皆さんに紹介させていただくことになるでしょう。とにかくこれを渡って今堺市内に入り、そして堺東の駅からはまた南海電車の各駅停車に乗り換えました。ここで進行方向右側に時折高い森のようなものがまあちらちら見えるかなと思いますが、今列車はこのような場所を走っています。進行方向右側に大仙古墳があります。宮内庁はここを仁徳天皇陵と呼んでいます。いわゆる古墳時代にはこの辺りたくさん古墳が作られました。列車はその古墳の周りを避けるようにして走るのです。三国ヶ丘の駅で今度は JR 西日本の阪和線に乗り換えます。モズです。袖口左側です。モズです。阪和線もやはり堺市、そしてモズ三国ヶ丘など堺市内のあちこちに停車をし、今そしてようやく鉄道を降りてみました。ここが読み方が難しいですけれども、モズと読みます。 JR 西日本の堺市内にある駅です。すぐ脇に大きな大仙古墳がやはりあって、その観光に便利なところです。堺は後で紹介しますが、自転車の街です。堺では日本でもいち早く自転車の製造が始められました。そして今でも大きな自転車部品メーカーのシマノというところがあって、ツール・ド・フランス、世界的な自転車レースにおいても出場選手の7割がシマノの部品を使っているそうです。まあ、それと直接関係があるのかどうかというと、まあ、微妙ですが、しかし確かに堺はいろんなところで自転車を借りることができる自転車観光の便利なところ、駅を出たところには早速このように自転車の、まあ、レンタルのですね、簡単にできるところと、それから大きな山があって、
これも古墳だそうですね。さっきの大仙古墳とは違うんですけれども、モズの駅の周辺に本当にたくさんの古墳があります。ブラブラ歩いていてもこれもですね古墳だそうですが、なるほど、確かに土が高く積まれていて、さすがにもう千何百年も経っているものですから、大昔の姿をそのまま留めているものもそれほど多くはないようですが、積まれているこれとですね、その先にまたさらに、これは丸いところですけれど、前方後円墳になっておりましたので、さらに前方にまっすぐ伸びた四角い土の構造が昔確かにここにあったんだそうで、見ると床のタイルの色を変えて王子を忍ぶことができるようになっています。これも大仙古墳ではありません。古墳がいくつもこの辺りにはあるのですが、これが有名な仁徳天皇陵とも呼ばれております古墳です。小学校でみんなも教わったんじゃないですかね。三重のお堀が巡らされていて、上空から見るとこのように鍵穴の形になっているといいます。今私がいるのはだいたいこの辺りです。ボズの駅から歩いてくると、ここは昔の天皇のお墓ということになっていますので、神道の聖地ということでもありまして、参拝をすることもできるようになっています。参拝というのかな、墓参ですよね。三重のお堀が巡らしてあります。今最初のお堀を通過しました。前方に古墳を拝むための場所があって、鳥居がしっかり立っています。朝早くから少しひんやりとした空気が新鮮な気分にさせてくれます。ここにまた二重目のお堀があります。この奥にもう一つお堀がある。こんな立派な構造を千何百年も前から作っていたのはすごいことです。ちょうどモコモコ鳥が来ています。こっちにもピヨピヨ鳥が来ています。あれは体重が軽いから石の上をジャリジャリ歩いていっても、とりあえず壊すことはなさそうですね。駅から歩いてもすぐのところにこんなものがゴロゴロとあるのは本当にすごいことです。モコモコ鳥は端っこの方まで行ったら、また U ターンして引き続き餌を探していきました。さて、それからはタクシーに乗って、そんな大した距離ではありませんが、堺市の中心部まで移動していきます。ところで、さっきの古墳どうやって作ったのかというヒントがブラタモリでも紹介されていたようですけれど、この辺りの地形にはあります。土を積み上げて山にするというのは大変な作業です。しかし、あの辺りもともとこのように見ていただいて分かったでしょうね、高台になっていたので周りの土をどけるだけで良かったそうです。さて、着きました。ここが堺市役所です。さすが政令指定都市の市役所は立派ですね。結構かっこいいと思いますし、それから昔のデザインもかなり温め大事に使っているらしいことが分かりました。この市役所ですが、ただで見られるにしては相当立派な景色です。下をさっき私も乗ってきた南海電車が走っています。高野線はまっすぐ行くと仁徳天皇陵大仙古墳にぶつかってしまうので、大きく左へカーブして走っています。奥に見えるあの森が大仙古墳です。見えるのは立派でいいんですが、しかしやっぱりただの森のように感じてしまいます。このように立派な鍵穴の形として楽しむには、上空をヘリコプターもしくは飛行機などで遊覧飛行しなければならないということになっていて、つまり現実にはこのようなものを見て楽しむということができないわけです。じゃあ結局堺なんか行っても何も見られないんだから面白くないということになるんじゃないかという気がするかもしれませんが、そうではありませんよというアピールをこの動画では皆さんにさせていただく予定です。実際すごく面白いところでしたよ。この展望ロビーから遠く彼方に明石海峡大橋が見えます。実はこれあまり関係ないんですが、とても天気が良かったのでせっかくだからと皆さんに紹介しました。その手前、堺の港周辺には多くの工業地帯が並んでいます。堺市では千何百年以上前から金属加工の技術、そして外国から入ってきた最先端の技術を使って、そして日本全土へ広めていったという役割がありました。現在でもやはり工業が盛んなところ、立派な石油化学コンビナートなども並んでいるのが見えています。ここで景色を見ていたら、ここ市役所ですからね、市役所の広報課の方からこんな方がおいでになりました。うおーとびっくりしたんですが、この方はですね、これは埴輪部長さんという方で、どちらのご所属なんですかと伺ったんですけども、普通に市役所の方なんだそうですね。広報課だったか広報部だったかに属しております。そういう風に言ってですね、で私にいろいろと、この動画の中で今後いろいろ披露させていただきますけれど、皆さんにお話しするような知識をたくさん教えていただきました。
あ、これ、これじゃあ触んない方がいいです。触れね、あの、ちょっといいですよ、これ見て。触ってみてもいいですか、あの、ハニワね。ハニワこちらの、本当の毛はね、これ、ここなんです。あ、これ、これが本当の毛なんです。あ、でも、結構質感がありますね。はい。へぇザラザラしてます。そうですね。はい。あ、こんなにしっかりしてると、こんなこと言ってもわかんないですけど、ありがとうございます。はい。さて、モズから大仙古墳を過ぎて市役所に到着しました。ここまでの距離がだいたい2キロぐらいで点線のルートになっています。ここからは少し歩いてまた自転車に乗って堺市の旧市街の中を楽しんでみます。市役所から大正寺橋の方へ向かいますと、これです。実際に大正寺橋という名前の交差点がありまして、立派な歩道橋がかかっています。あ、なるほど、この大きな歩道橋があるから大正寺橋なのかというと、実はそうではありません。堺はもともと町の周りをぐるりと堀が囲んでいたわけでして、町の中に入るには必ず橋を渡らなければならなかったわけです。現在ではその堀が暗渠化されていて私たちには見ることができませんが、今車が通っていたところがかつて橋のかかっていたところ。昭和の時代にここが暗渠化されるまでは確かにここに大正寺橋という橋があったのです。これは戦前のものでしょうね。おほせうち橋と書かれています。もちろん旧字体の読み方です。この大正寺橋のすぐのところに堺市の自転車の駐輪場があるわけでして、ここでですね、自転車を借りることもできます。ここに堺の自転車というシールが貼ってありました。これ堺市内で作ったやつなんですね。堺の名物ですから、名物に乗って、しかも自転車観光が本当にちょうどいいコンパクトな街なんですよ。結構ね、いい観光の仕方だと思いますよ。さて、その大正寺に従ってまっすぐ進んでいくと、こんな立派な建物があります。これはベトナム社会主義共和国の総領事館です。ビエトナムと書いてあってね、こんなに立派な大きな領事館っていうのはなかなかないらしいですよ。これは堺が大昔から外国との付き合いがあり、そしてそこから最新技術などを輸入し、また大いに栄えていたというその時代の名残なのであります。旧市街の道幅は江戸時代当時から変わっていません。当時はもちろん自動車など存在せず、その通行も考慮されていませんでしたので、対面通行をすることがギリギリできない程度の中途半端な道幅です。これは自転車には好都合で広い側路帯をスイスイと抜けてくることができました。このように道に観光案内がなされている場合もあります。つきましたここは大安寺です。中に入ることはできませんが、重要文化財のお堂があります。奥にあるあの大きな建物です。この堺は中世の時代から極めて活発に外国との貿易をやっていたわけですし、そしてここには日本有数のお金持ち、ルソン・スケ左衛門という人が住んでいました。現在のフィリピンから物を輸入してきて、それで大変巨万の富を得たという人でして、あまりにも贅沢だったので豊臣秀吉からお前何贅沢なことやってんだと言って追放されそうになった。まあその時に家などを取り上げられそうになるのをあらかじめ見越してこのお寺に寄付してしまったと、そんな風にですね、天下の秀吉をも、出し抜いてしまうような実力者であったとも言われています。中にこんな立派な襖絵がありまして、これが超貴重なもの。狩野英孝及び狩野元信、スーパースターレベルの絵師たちが作り上げたとされるすごいものです。ごくたまに見られるそうですけれどもね、置いてあると聞いています。広くて本当に走りやすい道、前方に阪神高速があります。ここが旧市街の淵です。堺の町は江戸時代に作られたお堀で周りをぐるりと取り囲まれていたという話をしましたが、しかし現在この現在地と書いてあるところから右斜め方向に伸びているこの南北の線に関してはお堀の姿を見ることができません。もともとはここにあったんですけれども、昭和の時代に先ほど言ったように暗渠になってしまい、現在では水は地下を通っています。その上には阪神高速の高架が建てられました。だから現在でも当時の水の流れ、ぐるっと巡らされたそのお堀を阪神高速によって感じるということは一応できます。水自体は相変わらず地下には存在しているわけでして、ここはやはりとりあえずはお堀端ということになっています。しばらくここをまっすぐ進んでみます。お堀は町をぐるりと囲んでいたわけですから、ずっとこの阪神高速の下に水が流れているというわけではありません。そろそろ町の一番地図で言えば右下というところに到達します。ここでくるりと右折をしてみますと、いよいよお堀が地上に姿を見せてくれます。今でも町の教会がきちんと江戸時代通りに受け継がれているというのは自転車で見ていてはっきりとわかりますし、かなり面白いものです。堺は室町時代、戦国時代、そういった時にも周りをぐるりと堀で囲まれた都市だったそうですが、その後江戸時代初期の大阪の陣で全部焼かれてしまいまして、もう一度町を再開発するという時に改めてお堀が作られたそうです。
これなんでお堀を周りに巡らしたのかということについてはいろいろ学芸員の方などに教わったんですが、これは町の中と外とを区別するための境界線という役割がどうも強かったそうです。まあ、例えばここは税金がかかるとか、ここは税金がかからないとか、そういったものを区別する。まあ、それからやはり町そのものの防衛の手段としてこのようなものを作っておいた、そんな可能性もあっただろうということを教えていただきました。ここに何か外から注いでくる水があるわけではなく、基本的には構造は海から引っ張ってきた水ということになっていて、この中には海水が流れているはずです。ところが見るとこのようにミシシッピアカミミガメなどおります。なんで海の水のはずなのにカメがいるのかというと、実は大仙古墳の水が汚くならないようにちょっとだけ真水が流れ込んでいるからなのです。この辺りにはお寺が多くあります。なんとか地蔵、それから向こうが南州寺かな、すぐ近くにも大安寺とか他にもお寺があって、お寺が多いエリアです。これも町の防衛のために意図的にこの辺りにお寺を配置したのだと言われています。そのままお堀をまっすぐ沿って進んできますと、路面電車の登場です。これが阪海電車、地元では沈殿と呼ばれています。路面電車のことを沈殿と呼ぶところ結構多いですね。このようにお堀の上を渡っていくわけです。堺の町の便利な交通手段であり、またこの路線は大阪市の方まで伸びています。結構時間はかかりますけどね。お、昼間十何分間隔とかで走っているはずの沈殿のすぐ後に変な続行列車が来ましたよ。これは何だと思って見たらですね、これはレアな車両です。阪海電車の歴史はほぼ100年ありますが、その100年前からずっと使用され続けております旧型電車、そしてそれが多分鉄道マニアの人たちだと思うんですけれども、皆さんでお金を集めて走らせたんでしょうね。その団体臨時列車がちょうど私たちの目の前にやってきました。珍しいイベント運転です。走らせてくれてありがとうございます。ほら見てください、これ昭和3年というふうに書いてありまして、相当大昔のもの、今でも使い続けています。スーツ交通が映像を撮影してるぞ、皆さんもお気づきになったようで手を振って去っていかれました。いやー、素晴らしいものを走らせてくれてありがとうございます。本当に、ちなみに冷房を使わなくてもいい夏以外の時期になると、あの戦前に作られた旧型電車も定期運用に入ったりする場合があるようです。ではここからちょうど沈殿も通っておりますメインストリート、中央を貫く大道筋を進んで町の位置的な中心、宿院に向かいます。ここに堺李昌の森という大変立派な博物館があります。正式には博物館類似施設ということなんですけども、ちなみにその脇にはですね、堺は後で言いますけれどお茶の町でもありまして、綺麗なおしゃれなスターバックスがあります。まずは博物館の中を見学。これ説明していただいたんですけど、ね、すごい面白かった。大昔の、まあ、中世とか大航海時代ぐらいのですね、ヨーロッパの人たちが作った日本の地図だそうですが、見ると地名がいろいろ書いてあります。中国地方ですかね、丹後、田島、稲葉、宝器と書いてあって、これは関東地方ですね。相模、武蔵、下総、日立とかね、いろいろ書いてあります。これは下野かな、海とかね、書いてあるんですけども、見ると全部旧国名だけで具体的な地名ではありません。そんな中でこれ京都ですね、都と書いてありますが、他にこれ石見銀山を指すんだそうですけれども、そういったようにですね、海外からでもすごく重要視されているような場所は具体的な地名が出るんですが、その栄えある具体的地名が列挙されている中の町の一つに堺というのがあります。もう本州ではこの3つしかね、地名はなかったそうなんですけれども、まあ、それぐらい京都石見銀山に並ぶ主要な町としてヨーロッパからも認識されていた大変重要な貿易都市堺には、世界からの最新鋭のものがどんどん集まってきていました。でこのような例えばお茶碗とかですね、外国の綺麗なものが集まってきますので、じゃあそうするとどうなるか、まあ、これ後でまた行くところの映像を先に使ってるんですけれども、茶道が栄えるということになります。なんでそれ茶道が栄えるのと思うかもしれないんですけどね、あの茶道というのは私も知らなかったんですが、お茶碗というのが芸術品だそうでして、お茶をただ飲むというだけではなく、持ち前のお茶碗、その芸術を鑑賞するしてもらうという文化もあるんだそうです。それがねすごく茶道の中で重要なんだそうで、いいお茶碗が入ってくるということは茶道文化が栄えるということになるんだそうですね。これを実現したのが堺に生まれ育った皆さんご存知の千利休です。茶の湯を現在まで続く立派な日本の伝統文化に仕上げました。千利休は自らいくつかの茶室をデザインしたそうですが、その中で唯一現存しておりますのが京都大山崎にある大安と呼ばれる茶室です。
ただこれ国宝に指定されているあまりにも貴重なものでして、普通の人はちょっとせいぜい予約して覗くぐらいで、中に入ってどのような場所かを体験するということは難しいそうです。この堺には本物の大安をよく研究し、職人さんたちが創建当時の大安を同じ工法で、そして同じように作った再現の茶室に入ることができます。これは申し込みをすれば中に入ることができるようになっています。で、実際に私もこれを見学させていただいて、また李昌の森の学芸員さんから丁寧に案内をしていただいたんですが、まあ、こういう場所にかなり狭いところにですね、座ってお茶を出していただくわけですけども、まあ、この時はお茶は飲みませんでしたけどね、この壁にある老骨水というこの掛け軸、これこそが一番大事なもので、また千の利休を表すものなんですよと教わりました。これ右から左に老骨水と読みます。おいて古くなった水という意味ですが、水というのは何かというと、まあ、このような切り穴を開けるものです。これがボロボロになって先のところの尖りが丸くなったもの、これこそが素晴らしいのだという考えで、若い時には尖りがあった人間がだんだんと老いていき、そしてその角が取れていく、それがまさに素晴らしいですね。千の利休という言葉もですね、尖っているところを休めるという意味でして、まさにこの考えが現れているのだそうです。そう考えるとちょっとなんかその利休の気持ちを知ったような気がします。僕も今なんかアンチコメントどうこうとか言ってね、よく尖った動画を出してますけれど、もしかしたらいつか違うことを考えるようになるかもしれません。他にもこの李昌の森には3つの茶室が1つにつながったこのような不思議で面白い空間がありまして、茶室が3つ、掛け軸とかね、床の間が3つあるっていうのがまた不思議だなと思いましたけれど、こういうのは全国にここしかないそうです。だってそれではちょうどお昼の時間になりましたので、お昼ご飯を食べる候補はいろいろあったんですが、ここにしましたミミウというところで昼食をいただくことになります。皆さん、唐突ですけど、うどん好きという食べ物はご存知ですかね。僕は知らなかったんですけれど、関西の人はね、なんか当たり前に知ってる食べ物らしいんですよ。うどん好き、この左側のやつなんですが、このうどん好きというのの発祥がここミミウなんだそうです。堺市役所の方と一緒にこの工程回ってたんですけども、スーツさん、ここがうどん好きの発祥の店なんですよって言われてね、うどん好きの発祥って言われても、僕はうどん好きってなんだろうなと思いながらね、話を聞いて、もちろん丁寧に教えていただいたんですが、このような、まあ、高級な煮込みうどんとはまた違ううどん鍋を、生み出したお店です。まあ、ただこれは時間がかかる料理でもあって、お昼ご飯に食べるにはということで、今回はうどん、柔らかいうどんとですね、薄いだしと、それからこのような他のセットになっているものをいただきました。でこれ昆布を上に巻いたお寿司なんですけれど、これがまたね、とても美味しかったんですが、実は堺というのは刃物の技術とか、これからまた皆さんに紹介しますけれど、金属加工の技術が大変盛んであり、また北からのものなども豊富にたくさん入ってきましたので、昆布の加工技術がとにかく優れていたんだそうです。だから実は堺は昆布の町としても知られていて、まあ実はこういう話いくらでもできるんですけどね、堺は本当に大昔から最先端のものが入ってくる大変栄えたところでありましたので、物の始まり何でも堺と言われるほど、他にも堺は何とかの町です、堺はこれが一番です、そういった話をたくさんすることになるでしょう。今回はお蕎麦とうどんのセットをいただきました。そしてまた午後の行程に出発です。引き続き大道筋を通って堺市街の今度は北の方へ向かいます。旧市街のだいぶ先の方へまっすぐと抜けていき、路面電車から少し枝分かれをしたようなところ、ここで今度は大昔から受け継がれている堺の伝統的な技術を見学します。途中このように大変古いお家の前を通りがかりましたが、外に堺内刃物という看板が出ています。堺には今から1500、600年ぐらい前ですかね、とんでもない大昔に日本で初めて鉄の技術が伝わってきまして、それから高品質の鉄製品の加工が現在に至るまで続けられています。日本のね、包丁の、プロの料理人が使う包丁の 90% ぐらいがもう堺市の中で作られたものだと聞くから、本当に驚きですけれど、今回はその中の今でも包丁を立派に作っている水野鍛錬所、そこを見学させていただきます。動画も見ていただいている水野さんが私を作業場に案内してくださいました。手前のあたりは刀を作る場所、そして奥が包丁を作るスペースだということです。こういったものから刀を仕上げていくそうです。こんな原料のところからやるんだとは知らなかったんですけど、これはすごいことですが、まあこれはこれとして、今回は包丁を作るところを見せていただきます。水野さんの説明がとても分かりやすいので、ここからはバトンタッチです。これくっつけてしまうんですよ。この分かりやすくお刺身の包丁、これ九寸なんですけども、はい、27センチの刃渡りのお刺身の包丁を作ろうと思うんですけども、はい、鋼もあらかじめ切り取りました。これをですね、この分量です。
それでできてしまうんですか。そうです、これが鉄のくっつくことによってここまで伸びます。あということなんですね。すごい。だからまずは端節から始めていくんで、はい、この上に鋼を乗せたいんですね、はい、鉄の表面が汚いんで、はい、水打ちをして、そうすると綺麗になるんですか。そういうことです。へえ。綺麗な状態にしてこの上に鋼を乗せるんですが、はい、もう一つこれ直に鋼をこうやって乗せちゃうと、はい、どうしても鉄と鋼の間に空気が入ってうまく端接しなくなるんです、はい、なのでその空気を遮断するという意味でここに鉄の粉があるんです。ああ、それくっつけておくんですね、水で。そうです、そうです。これでこういうふうに合わせてしまうんです、ね、温度を上げまして叩くとこの鉄と鋼がくっつくんですね、うん、もう一度言います、はい、ここまで伸びます。すごいですね。やってみましょう。まあ、これぐらいがだいたい850度ぐらいになっているはずです、はい、これ仮付けです、はい、これでくっついたんですね。あ、もうまずはとりあえず、もうとりあえずとりあえずくっつけました、はい、でここからもう一度850度に温度を上げて叩いて完全にくっつけたら、はい、形を変えていく、はい、しておいて、はい、鋼が乗ってる下の部分で切り離すんですけど、はい、今の状態で見てもらうと、はい、先ほどの鋼がどうなったかというと、はい、このカクンとなった部分を見てほしいんですけど、ここに来てるの見えるでしょうか。こういうふうに、あ、ね、なるほど、なってますね。分かりました、はい、でこの鋼がここまで乗ってるんですけど、はい、ここで切らずに僕鉄ちょっと余分に余らした状態で切り離したんです。そうですね、はい、というのは包丁には持ち手の部分中子がありますね、はい、この部分をこの余らした鉄の部分から叩き出して、なるほど、中子を取っていく。まだこれはもっともっと薄くなりますもんね。もっともっと薄くなる。これじゃまだ切れないですからね。そうです、もう随分それらしい形になりましたね。そうですね、で、まあ中子を今度叩き出した中子を持ち替えてやります。不格好になりました。あ、いえいえいえ。出来上がった包丁も見せていただきました。線が入ったようになっていて、その線よりも先っぽの部分が鋼、白くなっている部分よりも上が鉄だということです。
これ片面の話でして、表と裏で形が違うのが片打ちの包丁の特徴です。裏側は全部鋼というふうになっています。それから他にもこの水野鍛錬所にはこんなものがあるそうで、これ見せていただいたんですが、これですね、昭和27年うんぬんかんぬん法隆寺と書いてありますけれど、これ相当貴重なものなんだそうでして、左から2行目電光なんとかとか書いてあるじゃないですか。これはですね、法隆寺の高いこの塔の上のところ、五重の塔のところの先端部分に、鎌が飾られているらしいんですけれども、これが魔除け、雷除けの鎌なんだそうでして、で200年か300年に一度これを作り直すそうです。で、昭和27年がちょうど前回の作り直しの時だったそうで、水野鍛錬所がその役目を引き受けたそうでした。さて、見学終わってお礼を言って外へ出てくると、自転車タクシーが走りすぎていくのが見えます。これを見られたのはラッキーでしたけれど、お客さんはいなかったんですが、今回送の時間だそうです。堺は何度も言っているように自転車が名物となっています。これはこの1500年以上前からつながってきた金属加工の技術を受け継いで、自転車もやはりその名物となっているわけですが、自転車タクシーとはこのようなもの。前に人が座って後ろから押すんですね。随分特殊な仕組みだなと思いましたが、こういった特殊な仕組みの自転車、それからスポーツ用の自転車などは堺市のシマノという会社が大変強く、大昔から今に至るまでたくさん特殊な自転車など技術力を使って製造しているそうです。安い自転車は外国からの輸入品とかそういうのも結構あるんでしょうけどね。その優れた金属加工技術は大昔から今に至るまで様々な形で活躍しています。戦国時代ぐらいの歴史の授業でこのようにお座敷の上で鉄砲を売っている光景など資料集の絵でね、見たものですけれど、それをやっていた場所を再現したのがこの施設だそうです。入館料はたったの100円ですが、実質かなりの持ち出しもあるボランティア運営のはずです。実際よく再現されています。本当に鉄砲を作ってまた売っていたという建物もこの地区には現存しているそうです。左にずらっと並んでいるこれらの火縄銃は全て本物だそうです。だから実際に火をつけて発射をするということもできるそうです。これ壁にこんな立派なものがありますが、これは長篠の戦いの図ですかね。下にそう書いてあります。右側から武田勝頼の騎馬隊がやってきています。当時最強と言われていましたが、しかし織田信長が堺の町を手に入れて、そしてそこで鉄砲を大量に作らせるなどして、これは使える、実際三段構えの鉄砲隊が最強と言われていた武田勝頼の騎馬隊をことごとく投げ払ってしまったそうです。そりゃこんなもの作ったらね、強いと思うんですが、当時はリロードに時間がかかる、そんな難点があったと聞きます。いつもお客さんが来ると、はい、これ触ってくださいです。はい、はい、あ、これ重いですね。だからいつもさ、これも確かに見てみると、さっきの鍛錬所と同じような施設があって、まあ、ここで火を使ってね、昔は松とかを使ってたのかもしれないですけれど、鉄を叩いて鉄砲にしてたんですね。その金属加工の技術があったから堺は鉄砲の町としても栄えたわけです。もちろん金属加工の技術が自転車もそれから包丁も、そして現在も様々な会社があるわけですけれど、それにつながっているのかと思います。この脇のところに平らなのがありますけど、ここで鉄を打ってたんですかね。その帰り道にこんな建物を見つけました。山口家住宅と書いてある相当古い建物です。1615年に大阪夏の陣で堺の町がことごとく焼き払われまして、その後の復興の時に作られてからずっとここにあるといいます。太平洋戦争の末期、空襲が堺にあるまではこういった古い建物多く文化財などともどもあったんだそうですけれど、残念ながら大空襲でかなり燃えてしまいました。空襲さえなければ堺は京都に匹敵する素晴らしい観光地になっていたかもしれないのにと、残念がる堺市民の方に今回の旅で多く出会いました。さて、続いて連れてきてもらったのは奥の清明堂という工場です。普通に工場なので通常は見学はできないところですが、今回特別に見せていただきます。これ何を作っているところかというと、お線香です。実は堺は日本で初めてお線香を作ったという場所でもあります。本当に物の始まり、何でも堺という言葉がぴったりですかね。ずらーっといろんな粉が大量にあって、ものすごい強い匂いがします。この経費、専務の奥野さんにいろいろ教えていただいたんですが、ウースはベトナムのすごいですけども、中国にもあります。はい、ほんで、あ、これ、これね、違うベトナムなんですね。違うのは、観賞、これ中国です。あ、そうですか。
東南アジアもしくは中国から輸入をしてきた高級な粉、香木の粉、匂いのする粉、漢方薬などを混ぜ合わせてお線香を作り上げるそうです。シャムはあの国の昔の国の名前、シャムは、はい、ベトナム。あ、シャムはタイじゃないですか。あ、ごめんなさい、タイ。あ、タイ、タイ。じゃあこれタイ産なわけですか。うん。ありがとうございます。この粉もすごい値段がするそうですよ。一箱でね、もう何十万とかそういうぐらいの値段がすると、びっくりしましたけどね。だから裏の方に厳重に保管してありましたけど、まあ、どれも結構高級な値段のするものだそうでして、これも結局全部東南アジアとの交流が活発だったからこそ、堺でお線香が作られ始めることになったわけですよね。これはみかんの皮ですわと教えてもらいました。みかんの皮もみかんの皮になるんですね。使いますね。へえ。だからこれはみんな薬なんです。そうですね、元はそう、漢方薬なんです、はい。あの確かに言われてみればそんな香りがしますね。そうです。調合が済んでる。もう調合もみんなしてこの中入れて、はい、明日職人さんが来たら湯入れて、はい、これ回すだけです。あ、で溶かすわけですか。溶かすというか、そう、あの粘土状にするんです。あ、なるほどなるほど。うん、プロなんか。あ、すごいですね。これはあれですか、あのもう何十キロという単位で入ってるわけですね。そう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 、すごいですね。ええ、ものすごい量です。これは毎日こういうことをやってるんですか。毎日です。あ、じゃあ毎日何十キロも作るんですね。あ、そうですか。へえ。これで本数で言ったら、まあ箱に言いましたら何箱分ぐらいなんですか。これでね、こんなぐらいの、はい、まあ普通、うん、家庭で使うの、まあ、これだけ、あ、ここも入っとんやけども、はい、みんな2000箱ぐらいね。2000箱ですか。さて、その調合し練り合わせたものを今からお線香にする工程を見せていただきます。立派なプレス機とそれから段ボールを用意していただきました。すでに練り合わせたお線香の粉がこのプレス機の中で潰されているそうです。だから一旦開けて見せていただきました。今回はピンク色のお線香ができるみたいなんですけど、この袋の中にたくさん入ってますね。入ってますやろ。はい。これはね、レモングラスの香りのお線香を今から作るんだそうですね。レモングラスの香りなんか作れるのがびっくりしましたけど、確かにできてる。これを上からプレスすることでニュルニュルニュルっと出てきました。これがお線香の元となるものです。あの、インコとかね、こういう豆腐はことさ、こうやって刃物をぐるっと回してですね、これたまに切るわけですか、今みたいに。で、出てきましたやろ。はい。へえ、面白いですね。面白いですか。切りましょうか。はい、はい、お願いします。まずはお手本です。ああ、終わったものが続々と裁断されて奥の方へ運ばれる。いや、こういうのみんな面白いですね。ベルトコンベヤー楽しいよ。でこれを見てる間にまた次の切り取られたお線香がまたぐるぐるぐるっとこのコンベヤーに乗って奥へ運ばれていきます。これを2000箱分もやるんですね。レモングラスの強い香りが漂ってきます。でもレモングラスの材料があるのかな。だからね、もうすごいいろんな匂い、もうどんな匂いでも作っちゃうみたいですから、本当とんでもない技術だなと思いました。お線香らしい香り以外のものもいろいろ作れるんでしょうね。ちなみにこのスパゲッティみたいなやつ、ちぎれて下に落ちていますが、これまた集めてくっつけてプレスすればもう一回線香としてニュルニュルニュルと出てくるわけですので、別にこういう風に捨ててる部材がいっぱいあっても問題ないんですね。ひき肉を何回も作り直すってことだってできるじゃないですか。いや、まあ面白いもんだなと思いますけど、終わったものをもう一回集めて私のためにもう一度プレス機を動かしてもらえることになりました。今度は私がこれを体験していいんだそうです。それね、あそこの伝統産業界、まあこれね、あ、練習してみていいですか。うんうん、あ、これ、うん、あの歯が余るんですよ。あ、じゃあ少し長く、あ、でもあんま長くやったら、うん、うん、もう、あ、一回踏めばいいんですね。そうそう、カキで音鳴ったらもう話してもらう。わかりました。外から見ている限りではそんなに難しい作業じゃないんじゃないかという気がしたんですけども、やってみるとですね、あ、これまだ早く段ボールを当てすぎですよね。後で段ボールを当てなきゃいけない、ちょっとやり方が間違っちゃって、あー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 、間違えちゃって、
あ、とりあえずこれで一回切ってみますか。あ、ちょっと、こう、こんなん乗るでしょ。乗っちゃいますね。だからこうなったら、はい、失敗。あ、次来てます。無慈悲に植木鉢に捨てられて、もうすぐに次が来ています。今度は遅かったですね。乗っちゃいますね。ちょっとダメダメ、こんなんダメですね。はい、また捨てられちゃってるわ。なるべく待って。あ、今度はちょっと早かったですね。あ、これはまあね。でも乗り具合はさっきまでよりはマシだそうです。まあ容赦なく捨てられてますけどね、裏で。難しいですよ。ちゃんと待って、先っぽの部分が段ボールの外へ行くのを見極めてから救い取らなければいけません。取って最後ちょっと上を上に持ち上げて切る。ちょっと乗ってますね。これが一番マシだったやつだそうでして、奥へ流していただきました。まああれだったらなんとか使えるのかな。でもこんなペースではね、私はまだまだ戦力にはならなさそうです。これが私の作ったやつ。ああどうなんだろうな。ありがとうございます。今日はどこ行き張りました。今日はですね、廃所前展望ロビー、理想の森、ええ、でそこから、まあ、ダイアンズは目の前ですけども、すごい数いったんです。はい、出来上がったお線香は乾かして完成ということになりますが、あの段ボールをですね挟み込んで、そしてこの段ボールそのものを乾かし、穴の開いているところに空気を通すということをするんだそうです。このように縦に積み上げられておりまして、上から重しがなされるんですね。でここに扇風機が用意されていて、ここから空気がブワーッと上へ上がっていくと。上に上がりますね。上がりますよ。なるほどなるほど、ありがとうございます。で、こっちが上がるからこっちに吸い込まれていくわけですね。下から吸って上げて。なるほどなるほど。僕こういうの好きなの、見てて面白かったですね。まあどれも面白かったですけど、これが完成だっていう。へぇこれね、梅雨時とか、はい、これ触んない方がいいですか。いい、触ってもいいです。ちょっといいですか。うん、触ってもらっても。あ、よく乾いてますね。よく乾いてます。はい、へぇ乾いたんですよ。乾いたお線香を、ね、おぉ、こうやって綺麗に集めて束ねれば出来上がりです。ゴムをかけて。あ、面白いですね。これで出来上がり。ありがとうございます。この奥の生命堂さんでは他にも体験施設を最近作られたそうなんですが、今はコロナの関係でまだ始めていないということです。すごいですよね、創業享保年間。これでも昔よりは先行業者が減っているんだそうで、昔は堺の町に入ると線香の香りがそこかしこでしていたと言いますよ。町の商店街に行きますと完成したお線香、まあ、さっきのとはレモングラスは違いますが、このように売られているのを見られます。いろんな製品を開発されているようでね、これ亡くなった方、旅行好きの方にはこれ炊いてあげてくださいね。湯布院の香り、箱根の香り、奥飛騨の香り、いいですね。僕が死んだらね、こういったやつを炊いてくれたらいいなと思いますけど、香りっていうのは本当に思い出を蘇らせてくれますからね。なんでこんなのもあんのか。ラベンダーの香りはともかく松茸の香り、秋の味覚松茸を再現したお線香、何でも作れるんだな。あんな東南アジアとか中国から輸入してきた漢方薬みたいなやつでね、すごいですよね。あのプレスですけれど、あのプレス機70トンの力を発揮してるんだそうですが、江戸時代はこういった形で20ぐらいになってるのかな。テコの原理を使ってですね、外に思い切りニューッと押し出すということをやっています。なるほど、確かに同じ仕組みのようですね。さあ、奥野さんにもお別れを言って商店街でちょっと休憩ということになりました。このように抹茶とお菓子を出していただきました。昔からお茶のレベルが高かったところですから、お菓子のレベルも高いんでしょうね。本物そっくり、いや本物より鮮やかに見えるかもしれません。立派なジョナーマシを出していただきました。他にお菓子といえば、市役所の方、一緒に行った方に紹介していただいたんですけども、当たり前田のクラッカー、これ昔からある有名なお菓子なんですが、これも堺で作られたものなんだそうです。他にも堺では有名なお菓子があります。まずこの建物、空襲を受けて燃えてしまってからすぐに建て直した
昭和20年代のものを今でも使っているそうですけれど、消し餅が名物です。本家小島さん、ここの消し餅はこのお店に来なければ買えません。創業天文元年と書いてありますけれど、天文元年ってのはいつだ、天文ってなんだよと思って調べたらですね、なんと室町時代だそうです。室町時代からずっと作られている、基本的に同じ作りなんでしょうね。そのお店を継いでいる方しか聞くことができないという秘密のレシピによって作られた消し餅を今回は特別にお店の中でいただきました。まあ、お土産であればね、買えるんですけれども、人気が高く、場合によっては昼のうちに売り切れてしまうこともあると聞きます。周りに消しの実がたくさんついたお餅、大丈夫です。依存症とかにはならないですかね。こういう食べ方、全く心配いらないわけですけども。プチ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 、新感覚。お茶がとても美味しくて、別の依存症になりそうな美味しさでした。いや、冗談ですよ。それだけ美味しいということだけ知ってもらえればと思います。お店のご主人にご挨拶いただいたんですけれども、毎朝朝の4時に起きてですね、それで間に合うようにお餅をお作りになってるんだそうです。お土産、あ、いいですか、持って帰って、あ、ありがとうございます。じゃあまた後でいただきます。そしたら、はい、バクバクで、パンフレット入れてて、そこに20代目って書いてるんですけど、はい、あ、本当ですね、僕は21代目そうですよねちょっと前の分がいっぱい余っちゃってちょっとパンフレットそれをそのまま使っていえいえ、ちょっと、さあ、おやつなどもたくさんいただきましたが、少し僕は結構たくさん食べますので、いや、このまま夕飯もいけますよと言ってですね、僕から現在の堺の新しい大通り、フェニックス通り、これを越えて反対側にあります、また別の有名なお蕎麦屋さんへ向かいます。ちなみに後でもまた説明しますが、このフェニックス通りという言葉の由来、これは空襲からの復興で、堺は何度でも不死鳥として蘇るのだという意味を込めて、フェニックスという言葉が使われているんだそうです。さあ来ました、これです、お蕎麦屋さん、ちくまさん。なんだこれは蕎麦屋なのか、なんか秘密工場みたいな外観ですけれども、真ん中のところにお蕎麦屋があってですね、両脇でお蕎麦の工場をやっているんだそうです。これも大昔、もう普通に江戸時代くらいからやっている老舗中の老舗ということで、堺の町はもう老舗ばっかりなんですよね。あ、こんなに歴史があるところなんか改めて感じますが、不思議な佇まいですよ。もう店に入るだけでこれまでにない体験をすることができますが、のれんをくぐると右側に客席があり、左側にガラス張りの工場があります。そしてここに今回皆さんにも紹介してきた堺の歴史、鉄砲の技術が自転車を作るのにも生かされてますよとか、お線香、これは堺の町が日本では発祥ですとかですね、そういった説明があって、おさらいにもなるわけでございますけれど、この下のガラス張りのところがまた面白かったですね。これお蕎麦を引いてるんですかね、蕎麦粉、多分そうだと思うんですけど、ぐる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 回っているのですね、見られました。これ夕方の遅い時間になると止まっちゃってまして、店帰る時になると止まってたので、まあ、見られる時間帯が決まってるかもしれないんですが、店のメニューがまたすごかった。基本的にせいろそば以外のメニューはまあ基本ないですよね。あとはおかわりとか、あの薬味のおかわりとか、そういうのはありますけれど、すごいこれは強気のお店だなと思ってですね、どんなそばが出てくるのか、その脇にあります鯉が泳いでいる池を眺めながら待つことにしました。かなりの和風のお座敷です。で、いただいたのがですね、このせいろそばなんですけれども、このとっくりに入っている温かいだしを使って厚盛りのそばを食べる、温かい盛りそばを食べるっていうの、そもそもそれも不思議なんですが、蓋を取りますとこのようにそばが入っておりまして、私は 1.5人前注文しました。物が落ちないように慎重に。表面のそばがプルプルしているのが見えます。めちゃめちゃ柔らかいおそばなのです。卵を割ってですね、まあ、入れるんですけれども、殻を、あ、蕎麦を食べるのになんで卵を割ってるんだって話です。普通は卵を割ったりは、ね、しないわけですが、いい卵ですよね、これね。しっかりこれを溶いて、薬味を入れる、じゃ全部入れます。
ネギとそれからわさびなど全部入れました。わさびだったと思うんですけどね、わさびじゃなかったのかな、全然辛くなかったんですよ。大量に入れたんだけど直接食べても辛くなかったんで違うものかもしれないんですが、ともかく薬味も全部ブレンド。すごいな。だしはもう量はお好みですか。はい、そうです。はい、だしを入れてこれで食べるわけですが、このそば超柔らかいんですよ。何これっていうぐらいにですね柔らかい、あ、ふっくらしたそばでしたが、そのまま開きっぱなしにしていると固まってしまうから早く食べるか蓋をする必要があるそうです。しばらく置いておく場合には。この味なんですが完全にすき焼きのタレです。あの頃すき焼きの味するんだこのそばはと思ったんですけど、不思議な感覚でした。とにかくそばが柔らかくて唇で噛み切れるぐらいに柔らかい。これどうしてこういう風な珍味が出来上がったのかってとても気になりますけど、何から何まで独特ですんで、何百年も堺の名物としてずっと受け継がれています。蕎麦を食べて夜になりました。さて今日泊まるところですが、堺のレジデンス熊ホテル、熊ホテルと検索すると出てくるんですけれども、ここにお世話になることになっています。カフェ併設のゲストハウススタイルのところですが、ただ立派なしっかりとしたホテルですよ。古民家に泊まるという感じ。この建物はやはり空襲で町が焼けてしまった後に建てて、それからずっとここに残っている古い家だということです。こちらは明日の朝の朝食会場にもなるカフェスペース。もう今日の営業は終わっています。その脇から入っていったところに2つ部屋がありまして、1つが母屋、もう1つが離れということになっています。で、私は今回はこの母屋の方を使わせていただいたんですけれども、すごく今風にちゃんとリニューアルされててですね、まあそれでいてちょっとレトロな感じもする。まあ夜にちょっとイタチが来たんですけども、イタチが庭を走ったり屋根を走ったりしたらね、ちょっとトタトタトタと音が拾ってきまして、それが古めかしくて良かったですね。で、お風呂はもともとはなかったようですけれど、このようにしっかりとしたのがついていましたし、洗面台、トイレも綺麗。でね、中についていた、石鹸シャンプーの類がすごく高級そうな、いい香りのする、ツヤツヤになるようなやつでしたね。こちらトイレです。トイレも上質なトイレが備わってましたよ。でもうそろそろ寝ようと思うんですけども、これですね、まあ、この和菓子作り体験はね、ちょっと今回するわけではないんですが、さっき言った商店街の町屋カフェのところにですね、この方が私になんかプレゼントを作ってくださったらしいんですよ。で、こういう結構ずっしりですね、2個入ってるんですけど、1個はね、なんか意味ありげない古墳って書いてある。まあ多分古墳が入ってるんじゃないかと思いますけど、ちょこれから開けてみました。生菓子ですからお早くお召し上がりください。防腐剤保存料一切使用しておりますと書いてあります。さて、防腐剤と保存料ってのは違うもんなのか。そうなのかもしれない。結構ずっしりくるんですね。はい、あ、古墳だ。あすごいじゃないですかこれ。朝あった埴輪部長のやつだ。かぼちゃとそれからハートとすごいですね。後ろに前方後円墳もありますけどかなかこれ超巨大ですよ。これがまず一つですね。ちなみに実はお早めにとは書いてあるんですけども、明日まで食べられますから全部無理して今日食べる必要はないです。結構大きいですからね。それからもう一つ、これすごいな。もう一つはですね、なんかこれ開けたらなんかびっくりするやつらしいんですよ。どんなのでしょうね。あははは、僕じゃないですか。しかも結構似てますねこれね。ありがとうございます。これ左下についてんの、あ、名前がここにスーツってついてんの、これ似てますよね。あ、いけない、取れちゃった。あ、大丈夫大丈夫です。似てるな。へえ、こんなでかいの。ありがとうございます。すごいね、こんなん自由自在なんですね、本当に。まあ、お花が作れるんだから、こんな単純な顔の作りしている人間なんかは、それは簡単に作れるんでしょうね。これ、しかし相当巨大だな。ここでなんか、とりあえず切りたくなるんですけど、
ちょっとまずいですよね。なんかあのコンプライアンス的ななんかも問題があるんじゃないかって気がするんで、まあちょっとこの辺にしとくか。相当ですからね。よし。あの全日空の上級会員修行やってた時みたいな状態に戻ったんですけど、これさらに遊べるな。これ普通に上に取り付けられてるんで、ね、次はね眉毛を食べる。これね一回やってみたかったなと思った。あのこの間の全部剃った時にね眉毛も剃ればよかったなって今思ったんです。一方で秋田内陸縦貫鉄道のそれこそ企業案件があったから、それで案件っていうかね、あの式典に出席するところでこんな状態のやつが来たらやばいでしょうね。おはようございます。10月26日月曜日、今朝の8時ちょっと回るかどうかぐらいの時間ですが、昨日の夜ねこの天井がねドタルダルダルダってなんか音がしてね、なんかあの向こうの辺のガサガサガサって音がして、なんだろうなと思って見たらですね、なんか狐みたいなやつがあの庭に来てましたね。深夜3時ぐらいです。朝ごはんの時間になりました。これ食べてね出発です。2日目の工程。おっと、朝ごはんはこんな感じの手作りプレートでした。本当は右上に卵焼きがあったんですが、うっかり撮影をする前に美味しくて食べてしまいました。ここから歩いて10分ほど、南海電車の境駅の方に向かいます。一旦旧市街の外へちょっとだけ出ることになります。昨日も説明しました通り、全部の特急が止まる主要駅境駅、その脇に川の駅境夢の始発駅と書いてあります船着き場があります。ここから船に乗って堺の街を見て回ります。ちなみに今船の運航はコロナの関係でしていませんが、今回は撮影のため特別に運航していただきました。この赤い丸が現在地、ここからぐるりと周りを取り囲んでいる堺の街の堀を通っていくことになります。全部を引くことはできませんが、しかし堺の街の境界の役割を成していたお堀をこのように船で巡っていき、そして当時のことを忍ぶことはできます。このようにお堀の町ですから本当に多くの橋がかかっています。東京でもこの間日本橋川のクルーズの様子皆さんに体験していただきましたけれど、あれと似たような感じです。お堀を進んでいくとこのように柵のようなものがあって、その裏側植物がたくさん茂っている不思議な場所がありました。あれは何ですかとお聞きすると、昔この堺のお堀はとても汚かったんだそうで、昭和の時代の話ですが、この汚いお堀を浄化するためにヘドロを作って端っこの方へ持っていき埋め立てて、その埋め立てに使った柵が現在でも残っているそうです。あまりにも匂いが激しかったので、昭和の時代のうちにこの辺りの小学校では窓を開ける代わりとして冷房がいち早く配備されていたと教えていただきました。ちなみに今通っておりますのは周りをぐるりと取り囲むお堀の、まあ、縦のラインということになります。北側からちょっと南側へ移動しているところ、前方にフェニックス通りの橋があります。昨日もお話ししました空襲からの復興を記念して付けられた名前だということです。さてこのフェニックス通りの橋ですが、近づいて見てみるといくつかの構造物を組み合わせたものであるということがわかります。真ん中の部分が一番古く、両脇の歩道となっているようなところはちょっと新しめのようです。これもともとは真ん中のこの古い橋の構造のこれぐらいの道幅だったらしいんですけれども、建物疎開、空襲対策で建物を意図的に壊すということをしたり、でその後戦後もその広い道幅をそのまま使うなどしたことで、後からだんだん橋が広がっていったんだそうです。そして現在ではこのようにいくつかの橋が組み合わされた状態ということで続いているわけです。ところでここで今ちらりと映っていますが、石垣があるのお分かりいただけたでしょうか。これは後で船を降りた後にまた近づいて映したものですけれど、これはですね、江戸時代にこの辺りを護岸工事をしまして、それからずっとここに残されている貴重な石垣だということです。ちなみに江戸時代、大和川の話をこの動画の冒頭部分でしましたけれど、最初の頃はここは海際だったんだそうでした。その後、どんどん大和川から土砂が送り込まれてきまして、堺の町は随分内陸の方へ移動していったんだそうです。脇にシラサギとアオサギがおります。大体こういう川にはいます。昔は汚くてとても住めなかったんじゃないかと思いますが、船が近づいても随分おとなしくしているなと思いましたが、本当にすぐ脇のところを通ると多少困惑をし始めて、ちょっとどいとくか、あ、じゃああれがどくんだったら僕もどいとくかな、には揃ってどこかへ飛んでいきました。もっとも青崎の方は近所に泊まりました。人んちのベランダのところ、高いところで
バランスよく止まっているのが見えます。ところどころでお堀がくねくね曲がっています。反対の船とぶつからないようにカーブミラーなども設けてあります。ただ現在ここを通る船というのはこの観光用の船か、もしくはここを掃除するための堺市の船、まあそれぐらいしかないのだそうです。また江戸時代とかそれぐらいの時も別にここで水運のためにこの川を掘っていったとかそういうわけではなかったんだそうで、まあ周りをぐるりとお堀にはなっていたけれど、実際にそれが経済に及ぼした影響っていうのはそれほど大きくはなかったのかもしれないですね。またここで面白いものを見せていただきました。今からくぐろうとしているこの橋は堺で一番古い橋らしいんですが、真ん中に大きな柱が立っていますけれど、これが随分川の左側に寄っていってしまっています。なんでこんな変な偏った構造になっているのか、これもともとは川の真ん中にちゃんと柱を作っていたんですが、さっき言いましたように昭和の時代極端にここがヘドロが汚くなってしまっていたので、それをですねこの川の左側部分、この橋のまた向こう側からずっとこう埋め立てているのだそうです。でそして川の幅が随分狭くなってしまったわけでして、そんなに昔ここの川は汚かったんだなと改めて感じさせられるところです。ところで見てみるとここにはですね富士壺などがたくさんついておりまして、海から引き込まれた水がそのまま入ってきているということがわかります。ただ時たま亀なども泳いでいるそうです。多少の塩分濃度があっても暮らせてしまうんですね。また白鷺がいるところへ戻ってきました。今残っているのは青鷺だけですか。周りをぐるりと取り囲んでいたお堀からそのまま海の方へ向かいます。あそこに石碑が立っています。これは堺大空襲の犠牲者の慰霊碑です。ちょうどここに南海電車の急線の、まあ、廃線の跡がありますが、この辺りで300名ほどの方が豪華に焼かれて亡くなったと聞いています。お隣こちら、これは南蛮人さんですね。こんな感じで堺の街を見ていたのかどうかは分かりませんが、あれの横で一緒に同じポーズをして記念写真など撮ると面白いかと思います。こちらが南海電車の今の高架橋。さっきのレンガの橋は堺までやってきた南海電車がさらに和歌山方面まで進んでいった時に作られた大変古い橋です。こちらはアゴラリージェンシーホテル堺の町のランドマークの一つです。水門をくぐって海の方へ抜けていきます。堺はもともと海で貿易をして栄えた町、その昔栄えていた盛んに使われていた貿易の港を見に行くべきです。立派な女人像があります。そしてその裏側、煙をもくもく吐き出しています。堺にはさっきもお話ししましたが工場がたくさんあり、また石油化学コンビナートなども。立派なその姿は遠くからでもはっきりと確認できるほどです。さてここが旧堺港、江戸時代の終わりもしくは明治の初めぐらいまで貿易の拠点として活躍をしていたところです。女人像が丸い玉を持っていて、その奥にありますのは堺発祥のラウンドワン、ボーリングのピンが1本立っていて、あと1本倒せばスペアです。なんか狙っているように見えるという話なんですけども、別に狙ってこういう風な像を作ったわけではないはずです。だいぶ港の外側まで来ました。ここに堺の灯台があります。明治の最初の頃に作られた大変古いものです。現在は現役で活躍しているわけではありませんが、しかし港の入り口としての雰囲気はバッチリです。奥に工場もたくさん並んでいます。今堺のものづくりの中心は、まあ、この海の近くの地帯ということになっていて、その歴史は現在でもやはり受け継がれているのです。昔のこれ江戸時代ぐらいの写真らしいんですけれども、この辺りの景色こんな感じだったみたい。確かに想像しやすいですね。まあ、今もこんな感じのね、あの地形とかは似てるようなイメージですけれど、それからあとこの辺りは昭和の中頃ぐらいまでは砂浜があったそうでして、ここから飛行機に乗って国内線がブンと飛んでいくということもあったそうです。お堀クルーズを終えまして駅併設の観光案内所に来ました。もうすぐのところですけれど、ここでですね今回は南蛮人の格好をさせてもらいました。本当は記念写真撮るだけって話だったんですけど、これ僕来て街の中歩いてっていいですかって言ったらですね、あの許可をあのちゃんと出してくれまして、まあ、動画を面白くするためということで、この格好でこれからは最後見物をさせてもらいます。この格好で街の中をぐるぐる走り回りました。さあ南蛮人が到着しました。お店は缶袋という書いてあるところです。庭で鯉を飼っているところが多いです。ここの名物はくるみ餅、なんでも豊臣秀吉がその名前をつけたそうですが、つまりそれぐらい昔からあるもの。
本当に堺の名物は一つ一つがもう異常なぐらいに歴史が長い。大抵名物っつっても江戸時代ぐらいですからね、発祥は。ここはなんか戦国時代とか室町時代とかそれぐらいの名物がやっぱ多いですね。これはずんだ餅みたいな味がするものでして、それよりはだいぶ甘いですけれども、くるみが入っているわけではありません。でこのタレみたいなものでお餅をくるんでいるのでくるみ餅だそうです。夏の売りは氷くるみ餅というやつで、私はダブルをいただいたんですが、中に入っているものを掘り出しながら食べる不思議な食べ方でしたけど、これ結構あって美味しいんですよ。お茶にも合いますしね、お茶何杯でも飲みたくなっちゃいます。もちろんこちらも美味しいです。お餅もとても柔らかく、あうまい餅だと思いながらですね食べました。これ美味しそうな顔に見えますか。まあ美味しいんじゃないかなと思います。昔の南蛮人も食べた可能性ありますよね。豊臣秀吉が名前をつけたそれぐらいの頃なわけですから。壺入りで売ってるものもあります。壺は結構やっぱいい値段がしますけど、持ち帰りそのものはそんなに高い値段じゃないですよ。ちなみにこういう風にして自転車で街の中をあちこち走り回っていて、街の人はなんか変な顔で見てくるんじゃないか、誰もですね、あの私たちのことを変な目で見る人はいませんでした。一緒に行った堺市役所の方とかうちの社員とかもね見てたんですけども、実際堺の街では毎年10月の半ば頃にこういう格好をした人たちが街の中を練り歩くような堺祭りというイベントがありまして、今年コロナで中止になったんですけれども、まあ、その関係で街の人が意外とこの時期にこういう人が歩いているのを見ても変に思わなかったのかもしれません。ちょうど私その時期に行きましたので、あまあどうせなんかその関係なんだろうみたいな、堺市民は南蛮人の格好した人を見慣れているようです。さて着きました。ここは随分移動してきまして、実はもう旧市街からはですねここは離れているところ、動画の一番最初の頃にあった大仙古墳などの近く、そこに大仙公園というのがあります。登録有形文化財ともなっております。古い建物、茶室があって、ここでですねこれから簡単なスタイルでお茶を立てていただくということになっています。すいません、こんにちは。まあこの格好は清掃なわけですから失礼ということはないでしょう。お茶の先生がいて、今から私にお茶を立ててくださいます。今コロナの関係で詳しい説明とかはやっていなくて、まあ、その代わりにもちろん紙でですねお茶の飲み方などを説明していただけるということになっているわけですけども、これが立てていた、いただいたお抹茶です。でも全然ね正しいいただき方なんか私は知らないんですが、まあ大丈夫です。お茶を飲む前にまずお菓子を手で取って食べて、その後はなるほど右手に取って左手のひらに乗せてうんぬん、まずじゃあ手をしっかり改めて消毒しましょうね。手つかみでいただくわけですから。で乾かす。アルコールをなんか口の中に入れちゃったらあんまり嬉しくないですもんね。乾いたでしょ。そしたらまずお菓子を手で取って食べます。お菓子は2つでしたけれど、さっきちょっと映ってましたが鳥の形をしたお菓子モズと、それから古墳の形をしたお菓子とあります。で別にあの一気に全部食べなくてもいいそうです。さて何何、茶碗を時計回りに2回回して茶碗の正面を避けてお茶を飲みます。はあ、なるほどなるほど、2回回すのか。ぐる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 、これ2回回したかな。であとは正面にならないようにお茶をちょっとずらして、これで飲めばいいのか。なるほど、ずーずー美味しい。実際とても味は美味しかったです。これ300円ぐらいでね、あのこの正式スタイルに近いお茶を立てていただけるということになってますんで、これって一気に全部飲まなくてもいいんですか。大丈夫です、はい、お菓子とあの形で、うん、すごいいいと思いますよ。このお茶のところのですね方もおっしゃってました、喫茶店感覚でぜひ来ていただきたいです。すごい堅苦しいって感じじゃなかったですね。前方後円墳スタイルの落雁もいただきまして、飲もうと思ったんですけれども、そうですね、回せですね、回さないといけない。僕なんかかき混ぜてから飲むんだと思ったんですけれど、これは間違いでした。全然違うことをやってたんですけども、これはですね正面に向いている方を横にずらすという意味で回すんだそうです。はい、
そうなんですか。もう全部飲んじゃいましたけど。回してここまでぐるぐる回す必要は多分ないんだと思うんですが、多分先生方はね、あのお客さんに絵柄をこう見せて提供されますので、そこをちょっとずらして2回この時計回りですかね、回してずらしてちょっと口をつける。なるほど。お茶碗に正面というものがある場合はその真正面スタイルを向けて必ず提供されるらしいんですが、その出されたものを真正面からいただくのではなく、ちょっと遠慮して斜めにいただくというのが、まあ、日本スタイルということになっておりまして、まあ、確かにそういう感じの文化って今でもね、いろんなところに息づいてるんじゃないかなと思うんですけれども、だからそのために横に少しずらすんだそうですね。それからお茶碗にはこのように綺麗な絵柄が描いてあって、逆に正面とならない部分にはあまり描いてなかったりするわけです。これは面白いですね。茶道ではお茶碗を鑑賞するという意味もお茶を飲むときにですね、一緒に含まれているのだそうでして、だから昔から超高級な、もう何百万とか何千万とか何億とかするようなお茶碗なんかも中には出てくるということになるんでしょう。茶室にとって重要な掛け軸、ここにもやっぱりありました。これ私読み方は分かりませんけれど、意味調べてみたんですが、さあさあどうぞおかけになって、ここでお茶でも一杯お上がりなさい、そういった意味の言葉なんだそうです。お茶をいただいたらば、同じ大仙公園の中に設置されております堺市の博物館、これを見学してこの動画も終わりということになります。これまで動画で紹介してきたようなもののおさらいという感じになりました。これは多分大昔の古墳時代の鏡でしょうね。それから勾玉やガラス玉などありました。この辺りの古墳から出てきたものです。元々の作る技術はおそらく海外から伝わってきたものだと思います。こういったものがたくさんあるのは、やはり堺の町が大昔から最新鋭の技術を次々と輸入してきたから、まあ、そう考えることができるでしょう。これなんかもすごいですよね。埴輪、多分欠けたのをくっつけて直したんだと思いますけれど、くっつけたらこういう形になるんだから大したもんだと思います。もう1500年以上昔のものです。ここには素敵の解説がありました。素敵はね、日本史の歴史の授業で皆さんも習ったんじゃないかなと思いますけれど、こういったものが堺の町でたくさん出てきているそうです。まず外国から入ってきたものとして、まあ、かなり当時としては進んだ技術だったようです。高温で焼く硬い陶磁器ということですけれど、これですね、見てみるとですね、コップが変な形に曲がっています。なんでこんな変な形してるのか、これは失敗作だそうです。やっぱり高い技術をものにするために、いろいろと試行錯誤をして、時には失敗もたくさんするということになります。そして失敗して使えないというふうになったものは、さっき上で紹介した写真のようにあちこちに捨てられていたわけです。これなんかも全部いびつな形になっている失敗作だそうですが、まあ、それだけ外国から入ってきたものを、じゃあ日本でも使えないように何とかしてやってみようということを堺では昔からずっとやり続けてきたわけでした。外国から入ってきた技術、もしくは独自の進化をしたものがずっとその歴史を積み上げていく様子などもここに展示されています。だんだん質が上がってますよね。もう8世紀の頃になると、なんか今でもそこら辺の店で売ってるんじゃないかみたいな形をしているような、私にはそんな風に見えますけれど、どうでしょうか。それからこちら、中世の時代、西洋より伝来しました鉄砲です。こんなのもありまして、これも本物だと思うんですけど、すごい重さだそうですよ。100キロぐらいあるっていう話でしたが、あまりにも大きな、大砲とまではいきませんけれども巨大な鉄砲です。この南蛮人の大きさと見比べていただくと分かると思いますが、これなんでこんな巨大な鉄砲を作ったのかと言いますと、大阪の陣の時にお堀の外側から大阪城を攻撃するために、長距離を飛ばすことができるようにと作られた鉄砲だそうです。実際これ実戦で使ったものじゃなくて、確か見本用として作ったやつだったと思いますが、でも本当の夏の陣でもこれを撃ってお城を攻撃していたんでしょうね。そして淀君が、じゃあしょうがない、もう戦いをやめようと考えて夏の陣に移行したと聞いています。ここに書いてある屏風絵、この船が通っているところはさっき観光クルーズで最初に通ったところですね。町割りも、まあこれはちょっと省略版ではありますけれど、縦横と道の幅さの間隔などは見てみると、今の堺の町とほとんど変わっていないらしいことがわかります。これ当時のイメージした模型ですが、実際道幅とかこんな感じでしたし、なんか今の景色とそんな変わらないんじゃないかっていう気がしますよね。建物こそ新しくなったかもしれませんが、外国から入ってきたこのような綺麗な陶磁器、これはさっきも説明したように価値のあるものとしてお茶会の時に出されるということもあれば、
それから日用品として国内で普通に使われているということも結構あったそうです。まあ、堺ではですね、本当に東南アジアとか、まあ、もしくは中国とかそういったところから伝わってきた外国製の陶磁器、そういったものがたくさん街の中から出土しているようでして、外国からやってきたそういう真新しいものを市民みんなで使いまくっていたということなんでしょうね。それからこちら、あのお線香の原料にもなります香木のですね、これは白檀というやつです。あのもうすごい匂いがするんですけれども、それで作った仏像なんですが、まあ、これは日本に仏教が伝わってきたその黎明期ぐらいに作られた本当に古いものだそうでして、まあ、そんなものがこの堺から出てくるということは、つまりそれだけもう日本の黎明期最初期の頃、一番新しいものがこの町にはどんどん入ってきていたということの、まあ、一つの証明にもなるのかなと思います。ちなみにこれいい匂いのする仏像なんですかと聞いたら、今はいい匂いはしないそうですけれど、削ったりすればいい匂いになるだろうということでした。内部を露出させればいいんですね。それからこちら、貝殻、螺鈿で作られた綺麗な箱があります。これは南蛮貿易の時に海外に堺から売り出されていたものだそうでして、世界各地でこういったものがたくさん見つかっているそうです。まあ、つまりそれだけ堺からこういったものが作られ売られていって人気を博していたということなんですね。貿易が大層盛んだったのもこれで納得できるわけです。またこんな地図がありました。これですね、摂津の国、それから河内の国、そして泉の国と3つの国がここに書いてあるんですけれども、その3つの国の境界のところ、交わるところにちょうど堺とあります。これまでずっと皆さんにお伝えしていた堺という言葉の語源、それはまさに国境であったわけです。三国ヶ丘という言葉もありましたよね。そして全部の観光を終えて、もう一度堺駅の方へ戻ってきました。さっき私が言った記念写真、自分で結局撮ることになりました。なかなかいい写真の撮り方かと思います。南蛮人が自分でぐるぐる回って戻ってきました。まあ、これは今回撮影用に特別にやらせていただいたことなんで、この観光案内所に行けば私が着たこの服と同じ格好をして写真撮影をするということはできます。あの街を出歩くことは多分できないと思いますけどね。堺駅に併設をされているところです。自転車もここで借りられます。堺市内の全行程が終わりまして、これからまた大阪市へ帰ります。南海電車で帰ればいいんですが、路面電車だけはまだ乗っていなかったので、気になるこれで大阪までゆっくり時間をかけて帰ろうと思います。昼間は12分間隔で運転されていて、今度は一番新しい3両編成の電車がやってきました。大阪まで50分はかからないかどうか。ここは今堺の町の位置的な中心部、宿員を出発したところです。線路の幅は結構広く、乗っていても頼もしさがあります。路面電車ですから、普通にこのようにですね、道路を横断したりしますし、そこに踏切はありません。ただこの阪堺電車の面白いところは、道路を走ったりそうではない普通の電車が走るような踏切で遮られた専用の軌道を走っていったりと、まあ、場所がですね、いろいろと入れ替わり立ち替わりとなるような感じのところです。まあ、これは後でまた皆さんに説明します。このように信号待ちももちろんするわけですが、信号にですね、また電車のことを意識した矢印信号みたいなものがあって、普通の街では見られないような信号機が設置されているのが面白かったですね。さあ、旧市街のだいたい端っこのあたりまで来ましたが、ここから路面電車は専用の軌道に入っていくことになります。だからちゃんと踏切も設置されていて、スピードもさっきまでの道路を走っていた時に比べると割と出すような感じがします。これなんか街の裏を速やかに抜けていく走り方、ここが面白かったですね。さあ、列車は今大和川を渡っています。さっきも言いました、この川は江戸時代初期にはなかったのですが、頑張って治水工事のために掘り上げたもの。そして画面の今左側あたり、この堺の陸地がここに運ばれてきた土砂によって形成されて、また港の役割も大きく変わっていったのだそうです。これを越えまして、今堺市から大阪市に入りました。あとはまあついでのご紹介ということになりますが、この阪堺電車からの景色、いやこれ面白かったですよ。堺の街行くんだったら一番時間かかると思うんですけれども、ただこういう風に街の裏側行ってバスと並走したりとかですね、独特の風景が見られるし、こんなに都会的な路面電車ないと思いましたので、皆さんも遊び感覚でぜひ堺へ行かれる時には乗ってみてください。ちなみにこの阪堺電車ですが、赤字が結構あるそうでして、廃止されるんじゃないかとか、そういった話がですね、時折上がっています。お客さんはいっぱい乗ってはいるんですけどね、私が見た限りではそれなりに利用されているようには感じましたが、こういったものを黒字にするのは大変なのかもしれません。路面電車の軌道を取り外せば、その分そこに自動車を走らせることもできるわけですしね。ちなみにこの阪堺電車の終点は大阪・阿倍野橋天王寺駅前です。
バスもぐんぐん走ってきますけれど、どちらかといえばバスよりは電車の方が速いようです。終点の天王寺に着きました。ここからあと地下鉄に乗り換えて新大阪、そして東海道新幹線で帰りました。それでは今回の動画、随分長くなりましたけれど、いろいろ紹介するものがそれだけ多い街だったということで、堺の街を知っていただければ誠に幸いでございます。実際私もこれが初めてだったわけですけれど、こんなにいろいろある場所だとは知らなくてね、動画も実はこれ40分ぐらいの長さにするつもりだったんですが、思ったよりボリュームある内容になりました。楽しんでいただきましたら幸いです。ありがとうございました。